こんにちは、ブルーホスです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょうか。久々にね、再開をしたというところでね、今回は、ちょっとね、汚い、危ないところをくぐり抜けながらのね、パートになっていくと思います。まあ、パート自体短いんですけど、まあ、ちょっとね、様子を見て、まあ、2つくらいに区切るかなっていう感じですね。なんか若干重いな。気のせいか。気のせいっぽいですね。なんか口紅をつけてさ、手紙を送るっていうところの感じがなんとなく藤子ちゃんと似てるような気がするよね。まあ、どっちつかず、まあ藤子よりは冷静だし、なんか罠にはめられるみたいなことはない分、まだエダの方が一枚上手なのかなっていう気はするけど、なんか若干重い気のせいか。なんかカク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 シカジカしてる気がするけど、まあまあそんなの気にしないです。やっていきましょうか。いやーもうね、4月も後半に差し掛かっちゃいましたよ。気づいたら。もうなんかこういうしょうもないダメージをね、受けるのがね、まあ、なんだかんだで回復もすごい余裕が出てきたからいいんだけどな。あれ、ここってさ、なんか、気のせいか、ぶっ倒しちゃったね。なんかいつもその、寄生虫、分離型寄生虫、タイプ C って言ったらいいのかな。ウェーって出てくるような気がしてたんだけど、まあ出てこなかったということで安心安心。さてと、危ない結局食らうっていう、まあここら辺はね、またねアシュリーが出てくるとなかなか動きづらいっていうところがどうしてもあるんですけど、まあここからもうね、わちょっと離れ、気にしないでね。いやー、見たい、お目覚めですか。はい、アシュリーがいるとちょっと行動制約はあるけどね、やっぱね、エロ担当がいないとなかなかゲームを盛り上がらないっていうところがあるから、そこはね、ご愛嬌というか我慢してね、ついてきていただくようにしようかなと思いますね。で、なんかね、最近調べててね、すげえあさっての方向行ってたよね。もうこいつらちょっと相手に知らないで無視します。そう。なんか最近ちょっと見てて面白いなと思ったのが、なんか人の悪口って、が今めちゃくちゃ多いじゃないですか。その悪口っていうか、もうなんか誹謗中傷でね、それでなんか自殺者を出すくらいのレベルまでいってるじゃないですか。木村花さんが亡くなったとかね、みたいな、そんなことがあったりとかするじゃないですか。でも誹謗中傷でその人を殺めているっていうような事実がニュースで取り出されたとしても、なかなかね、こう辞める人たちがいない、むしろなんかヒートアップしてくるじゃないですか。誰かと誰かが熱愛したとかさ、なんか最近なんかだったらその芸能人の人がとあるね、チャンネルでうんぬんみたいな、あるじゃないですか。なんかいろいろと暴露話されてて、まあその暴露話って もう1ヶ月くらい前の話だけど、暴露をね、めちゃくちゃされまくってみたいな、そんな話とかがあってさ、でそんな中でなんでそういうことが起こるの、暴露と悪口とか誹謗中傷とかまた別なんだけど、まあ、なんでそういうことが起こるのっていうのがあって、でなんか結論言うと、めっちゃ気持ちいいらしいですね。それはその本人が感覚的に感じているっていうものじゃなくて、その流れ出る物質的に気持ちいいらしいんですよ。なんか例えばそのセックスとかドラッグとかお酒とかタバコをやるのと同じくらいの快感っていうのが、どうやらなんか人の悪口を言ってスッキリすることがなんかイコールあるらしいんですよね。今回めっちゃうまくいったの。まあ一発ちょっと外しちゃったけど、っていうのがあるらしいんですよ。だから悪口ってやめられないらしいですね。だから人を殺すとかっていう、そこに対するなんかそのなんか罪悪感よりも、なんかね、やっぱセックスしたいじゃないですか、酒飲みたいじゃないですか、でドラッグもやりたいじゃないですか、みたいな、だからそっちになっちゃうっぽいんですよね。だからそで人に恋をしたりとか、それからセックスやってる時とかドラッグしてる時とかって、人間の脳っていうのがもう萎縮するのと、プラスいわゆるチンパンジーレベルになっちゃうのがあるらしいので、チンパンジーレベルになったら、言ったらどんだけ頑張っても3歳児の脳のレベルになっちゃうから、それは働かへんわなっていう話で、めっちゃ上手だ。おお、すげえ、いけた。おお、上手俺。たまにはこういうね、スナイピングをやりたいよね。なんかそういうのがあるらしいので、だから3歳児になっちゃったらね、もうさすがにね、ちょっとしたコミュニケーションを取る、なんか善悪の区別くらいがつくレベルになっちゃう、善悪の区別もつかないか、なんか自分の取りたいコミュニケーションをひたすら取るレベルにね、なんか陥ってしまうっていう、そういう話になるんで、
ていうことを考えたら、まあそれはバカになって仕方がないわな、仕方あるめになるわなっていう、そんなところっすよね。うん、まあだからね、うん、まあ、僕はその、まあ、セックスはそれはね、うんうんっていう感じなんですけど、うん、まあもうしばらくずっとできてないから、もう本当にしばらくもう1年以上できてないんで、もうすごいモヤモヤする日々ではあるんですけど、まあそれは別にいいんだけど、うん、なんとかするんでね、あのまあまあ、うん、まあちょっとこ今思いついた話は次にしようかなと思うけど、そうで、まあドラッグはやったことないし、酒も飲めないから飲まないし、タバコもあの僕肺弱いというか、あの喘息持ちだったんで煙ダメなんで絶対タバコやんないし、てかそもそも親父がもともと吸ってて40歳くらいまで、もうタバコやめて20年近く経つんですけど、まあタバコがすごい嫌いでさ、うん、すごい嫌いだったんで、煙いし臭いし、あの病気になるって言ってあげるし、何の得もしないものなんでね、なったら別にそんなあのタバコ吸う意味なくないって言って、タバコ吸うやつバカなんですよ基本、本当に自分の寿命縮めるだけで何ら快楽も得られない。まあ、でもこの間もそれさ、あのなんだっけ、ベトナム戦争の時にその麻薬、あの大麻を吸って痛みを和らげるっていう話したじゃないですか。それと同じで、タバコも結局そのタバコ以上のその快楽を得られるようなことがなんかないと、まあ、残念ながらね、ずっとそれを続けちゃいますっていう、そういう話なんですよね。うん、でまあそれはいいとして、そろそろ戻らないかな。あ、まだ戻らないね。うん。そう。そうで、あれなんか話そう。あ、そうそう。なんか最近筋トレの話、また筋トレの話でさ、よく出てくるのがさ、オナ筋ってどうなのみたいな、その男性のオナ筋ってどうなのっていう話がね、よく出てくるんですけど、これいらない。うん、あのしない方がいいっすよ。あのトレーニングする前にするのはよろしくない。うん、それはあの賢者モードになっちゃって、タンパク質の合成とかが良くないので、まあ基本的にはしない方がいいという話なんですけど、基本的にはでも3日に1回から1週間に1回くらいのペースで出しとかないと、あの腐って死んでっちゃうんですよ。あの精子の方がね、あの息子たちがね、息子娘たちが、うん、死んでってしまうので、なかなか来ないね。これで、来たら来る。ほい。あれ来ないね。ふんがふんが言ってるのにね。来ないね。ああ、あいて。似合いないバーかい。だるまさんが転んだみたいな感じだったね。ああ、弱いタイプだった。ありがたい。うん。そう。なので、基本的には定期的にやった方がいいです。あの、なんかね、友達で半年ぶりくらいにやったっていうやつがいて、で、そしたらなんか黄色いのがドロッと出てきたって、もう完全に死滅してるんですよね。うん。で、非常に不健康だし、あとはその、することによってドーパミンとかが出たりとか、あるいはテストステロンの合成をするための、まあ、力が、あの、より強くなったりとかっていうのにつながるんで、実は、オナ菌って、あんまり体にはよろしくないっていう事実があるんですよね。うん。だからは定期的にやった方がいい。ただし、するとしたら、筋トレ前か筋トレ後かどっちかっていう話だったら、筋トレ後。にした方がいいですね。うん、なんかとある YouTube 筋トレ系 YouTuber さんが話してたのですごいなと思ったのが、あの行く直前で寸止めして、でそこから筋トレを始めるっていう、特にその女の子としている時にもううわもう行くもう行くっていう時に抜いて、でそこから筋トレをうおーって始めるっていう、そんななんか生き地獄みたいなことさすがにできんわって思ったけど、うん、ちなみに、あの、女性の場合は、何回行ってもいいです。あの、行くことと、まあ、そのセックスとかを、あの、オナとかをすることと、あの、なんだっけ、筋トレをすることっていうのは、なんら、あの、相関性はないので、まあ、全然思う存分してくださいっていう、そういう話なんですけどね。うん。お、これで全部揃ったね。そうなんですよ。実はそんな感じなんですよ。全然女性は関係ないんでね。男性は出すもんがあるんでね。出しちゃうんでね。出しちゃうって言い方も言い方なんだけど。そう。
っていうところなんで、どうしようかな。10分、まあ、10分プレイしたし、とりあえず、まあ、ちょっとここで武器商人と遊んどいて、で、これからちょっとね、あのドライビングスクールにちょっとアシュリーを通わせようと思うんですけど、まあ、それちょっと短くなりますけど、あの次回パートでやっていこうかなというふうに思います。ちょっとここら辺でアイテム整理等々やってね、23万パーツか。微妙なところだね。宝物も売り切っちゃってる感じがするからね。まあ、いっか。なんか改造できるやつは、まだ大丈夫かな。そうだよね、そうだよね。そろそろライフルもいらなくなってくると思うんですよ。だからライフルはラストチャプターの1個手前のところで、まあ、安全策でこう狙撃するため用に作っておくみたいな、そんな感じでやっていこうかなと思いますね。はい、まあ、結局ね、ちょっと今お金の様子も見てショットガンもパパッとちょっと改造しちゃったんですが、はい、というところで、あれ、ちょっと待って、ウェイト、あれ、ちょっと待って、ウェイト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 、オッケー。じゃあ行きましょう。二人初めての共同作業。オッケー。じゃあ、ここ、振り抜けて、ここのアイテムを回収したところまで進んでいって、一旦ね、本パート終了とさせていただきたいかなと思いますね。はい、まあ。相変わらずのね、もう別の話題をとか言っときながら、結局筋トレにつなげていくっていうところがちょっと反省要素ではあったんですが、まあそこはご愛嬌ということでお許しください。はい。なんかもったいないんだよな、もったいないんだけど、なんかできるか、そうだね。OK。じゃあね、ここ登ったら、アシュリーがね、ドライビングスクールでね、仮面から免許取るためにスタートするんで、はい、一旦ね、ここでパート終了とさせていただきたいと思います。すっげえ目がチカチカするけどね。はい、ということでね、ちょっとご褒美を最後に皆さんに お見せして、はい、こんな感じですね。はい、ということでね、本パート以上とさせていただきます。もしよければね、チャンネル登録ボタンとグッドボタン押していただけると嬉しいです。あ、しゃがんじゃった。はい、ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。